起業するにも2つあって、全くもう大きな会社にまず勤めていて、そこを辞めて起業するパターン、全くそういうことなく起業するパターンと、まあ大体大きく分けて2つあります。大手に勤めてた人たちっていうのは、大手では通用というか、まあしてたんでしょうけど、やっぱこれ自分でってなると看板がなくなるので、辞めるのはいつでも辞められるから、まず会社の中にいながら起業することを、2、3年ちゃんとしっかり考えて、計画を立ててお辞めになった方がいいと思います。うん、じゃあ今までそういう人たちが付き合ってくれたものが、普通に付き合ってくれるかっていうと、あからさまには言わないけれども、まあほとんど相手にはしてくれない。うん、いろんなものを考え、準備しとかないで辞めるっていうのは、もううまくいく可能性はないので、